アイマイミーマイミーです。はい、私は今韓国にいます。イエーイ。はい、ということでですね、韓国のインチョン空港というところに先ほど到着しました。ということで私の韓国旅行が本格的に始まるということでね、皆さん私の韓国一人旅が始まります。大丈夫でしょうか。さっき覚えた言葉、アンニョン、こんにちはっていう意味らしいですね。さっきのねコンビニでSIMカード買った時にいたスタッフのお兄さんにアンニョンって言われて可愛かったので、アンニョンってこの旅で言いまくりたいと思います。ということでですね、今インチョン空港にいて、今からホテルにね向かいたいんです。もう本当にちょっと荷物が重たすぎて、とりあえず今日泊まるホテルに向かわないといけないんですけれども、さっきねSIMカード入れ替えて Google マップで調べたんだけど、なんかさ、こっからさ1時間ぐらいかかるらしくてさ、ソウルまで出るのが、ソウルまでとりあえず1時間ぐらいかかるらしくて、でホテルもそこのソウルからまた電車に乗り継いでホテルに向かうっていう感じで、もう大丈夫そうって感じで、とりあえずもうさ鉄道の場所もさまだわかんないしさ、ちょっと本当に大丈夫かなって感じなんですけれども、私のアンニョン旅始まります。やばい、楽しみすぎる。なんかさ、私さもうカンドラばっか見てたからさ、なんか韓国語がこの飛び交うこの世界にね、もうとりあえず今興奮しているって感じなんですけれども、興奮する前にねとりあえず鉄道を探しないといけないんですけれども、今目の前にエアポートレアエッドロード空港鉄道っていうものが見えるんですけれども、多分これで合ってる気がするんだよね。これここにさ空港鉄道って書いてあるんだけどさ、これで合ってるかな。これが合ってるんだったらこの下に行くっていうことになるんですけれども、まあ違うかもしれないけど、まあとりあえず行ってみたいと思います。それでは韓国旅、私ね今回も全然日程を決めてないんですけれども、行き当たりばったりの韓国旅どうなるんでしょうか。それでは私の韓国旅始まります。それではレッツゴー。あ、待って、これじゃない、空港鉄道なんて読むんだろう、ちょっとわかんないけど多分ここだと思う。ここをまっすぐ歩けば多分だけど私が乗りたいソウル行きの電車があるはず。ちなみになんですけれども、今回の動画はソウルでの振動中旅となっていたので、皆さん楽しみにしていてください。それでは向かいます。すごい、なんかさこの吊る下げ物、吊る下げてあるものめっちゃ韓国っぽくない。あ、見て、ちょうどいいところに時計があった。現在の時刻は1時ですね。お昼の1時です。ということで多分ここの奥に鉄道があるんだと思う。てかさ、鉄道って切符なのかな、なんかスイカみたいなもの持ってないんだけど大丈夫かな。ちょっととりあえず行ってみます。ねえ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 、これどうすればいいの。あ、日本語がある、天才天才、日本語がある。え、これ押せないんだけど。ねえねえねえ、日本語、あ、到着駅選択、カード、カード、カードか、これ、待って待って、どれ、どっち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 、あ、 I don't have card、あー、あー待って、優しいお兄さんが教えてくれた。じゃん、ここでとりあえずなんか日本のスイカみたいなものを400円かけて買ってからあっちでチャージするらしいです。すごい、初めて知ったんだけど、前私どうしてたんだろう。ということで5000ウォン入れて、5000ウォン入れて買います。なに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 、適当に36、オッケー、あ、買えたかも、あ、コテン、かわいい。これでさっき買ったカードをここに入れて、でとりあえず私は3万ウォン、1万ウォン札だからこれだよね。ウォンは0を1個消したら日本円になるらしい。3万ウォン、オッケー、バイバーイ。え、戻ってきたんですけど、1枚ずつかな、1、2、なんかお金持ちになった気分。これ1万円札持ってるみたいだけど全然1000円なんだよね。充電中です。お、できたー、オッケー、チセヨチセヨチセヨ。はい、そしてソウル駅は、あ、あったあった、これで多分できると思う。せーの、あ、なんちゃらなんちゃらチセヨって言ってるじゃーん。やっぱりさ、ちょっと日本とは違ってさ、地下鉄でもなんかさすごい近未来を感じますわー、待って、すごいんだけど、見てください、じゃーん。なんかこれ地下鉄っていうのかな、すごくない、これなんかすごいんだけど。次何分に電車が来るのかは全くわからないんですけれども、多分これがソウル行きって書いてあったから、とりあえずここに向かいたいと思います。なんか韓国語全然わかんないけどさ、でもね思ってるより日本語が結構充実してるからめっちゃ助かります。待って、電車乗れたんだけど、天才じゃない、私電車乗れたんだけど。ってことでソウル駅までは46分かかるらしくて、ここから45分間、うん、ちょっとスーツケースはなんか置く場所があったので、すられないことを願って、なんか可愛い音楽流れてる。とりあえず45分私はゴシップガールを見ながら過ごしたいと思います。ちなみになんか椅子めちゃめちゃ硬いです。日本の電車よりもめちゃめちゃ硬くて、全然クッション性が全くないのでお尻が痛くなりそうです。電車の中はこんな感じですね。皆さん携帯をイジイジしています。なんか話しかけられたら、あの Vlog 撮ってる、恥ずかしいお兄さんがなんか教えてくれました、日本語上手なんかナンパしてくれましたね、なんかなんか
撮影してくれるらしい。なんか私があのさっきめっちゃ迷ってて、あの携帯見ながら迷ってたお兄さんが話しかけて、今ホテルの最寄り駅まで送ってくれてるっていう感じありがとうございます、ね、お兄さんめっちゃ優しい、持ってくれてるんだけど、なんか送ってくれるのかな、ちょっとどこまでついてくるんだろうこの人。優しいけど、待って待って、これさ大丈夫、ついてて大丈夫なのかな。とりあえずミョンドンまで到着したんだけど、まだちょっとついてきてくれるみたいですね。よいしょ。はい、ということでですね、ちょっとあれからあのお兄さんにあのホテルまでの下まで送ってもらって、なんか美味しいご飯とかね、いろいろ教えてくれたりとかして、あのすごいねありがたいんですけれども、ちょっとよくわかんないんですけど、ちょっととりあえず一回あのお部屋の目の前にやってきたので、本日泊まるお部屋のルームツアーをしていきたいと思います。ということで一旦入りますよいしょ。言って OK。 それでは私が本日泊まるお部屋のルームツアースタート。まずドア開けてすぐ右側にじゃーん、こんな感じで洗面台があります。待って、お風呂めちゃめちゃ綺麗なんだけど。そしてここにはね、洗面台がありますね。あ、なんかライトついちゃってる。こんな感じで洗面台があります。めちゃめちゃ綺麗、外国って感じでね、あのガラス張りのお風呂になってますね。めっちゃ綺麗。はい、そして次こちらじゃん、トイレかな、トイレ、あ、トイレです。え、トイレもめっちゃ綺麗なんだけど、開いてくれた、こんにちは。ちょっとトイレ行きたいです後で。で、こっち側には全身鏡があります。今日のね、私のフライトの服はこんな感じでした。でもちょっと今日はミョンド寒すぎて、韓国寒すぎるので着替えたいと思います。そしてここにはね、おしゃれな観葉植物があったりとかして、で、ここにはクローゼットです。あとは金庫とかもあったりとかして、こっちは何だろう、こっちもハンガーですね、ここにかけられそうです。そしてもうメインのルームがこちらです。いきますよ、じゃん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 、ベッドです。すごい、めっちゃ綺麗なんだけど、あのホテルがめちゃめちゃ高くて、なんか今回ね、私がこの韓国に来るとき、なんか BTS のライブとかがあってめちゃめちゃ高くて、やっと探し当てたこのホテルがこちらってなっていますね。本日もちょっとベッドが2つあって寂しいよって感じなんですけれども、まあここでね1泊2泊ちょっとまだ秘密なんですけど、ここでね過ごしていきたいと思います。そしてベッドの目の前にはじゃん、こんな感じで編集できそうな机もあります。すごい、めっちゃ可愛くない、ここめっちゃ可愛いんだけど、可愛いっていうか白で統一されていて、めちゃめちゃ綺麗で可愛いし、女の子好みのホテルって感じですね。で、ここにはさ、なんか可愛いグラスとか観葉植物とかあったりさ、超可愛いんだけど。で、これは加湿器ですね。で、ここにはテレビがあって、で、ここにはあったかいお湯が飲めるねポットとかもあるって感じですね。で、ここには冷蔵庫もあります。ここでね、夜飲むお酒とかもね、お風呂上がりの晩酌セットをここで冷やしていきたいと思いますって感じで、本日泊まるお部屋がこんな感じです。めっちゃ可愛いんだけど、正直ここまで可愛くて綺麗なお部屋だとは思ってなかったので、めちゃめちゃ満足です。ということで、とりあえず二ほどき、ちょっとあのまだドアの外に撮影するから、ドアの外に私はスーツケースとかを置きっぱなしだから、とりあえずスーツケースを持ってきます。わーい、楽しすぎる。待って待って、韓国やばい、ちょっと寒すぎて服買おうかなっていう思ってるぐらい本当に寒くて、電車の中から凍え死にそうだったので、ちょっと一回あの着替えるか、ちょっとこの後なんか高速ターミナルって言って、めっちゃ服とかが売ってるめっちゃ有名なスポットとかあったり、あとこの後行きたいさところとかもいっぱいあるから、とりあえず着替えて、まあ、夜ご飯もね、さっきお兄さんが教えてくれたところ、ちょっとさっきのお兄さん、そうめっちゃ優しいんだよ、なんかここまで丁寧に教えてくれて、絶対そのお兄さんがいなかったらここのねホテルまでたどり着くことができなかったから、本当にありがたいんだけど、なんかすごいね、多分この後ご飯一緒に行きたかったのかな、なんかちょっとよくわかんないけど、まあ全然ご飯なら一緒に行っていいかなって感じだけど、ちょっとホテルの中に入ってくるのはちょっとあの大丈夫です、ごめんなさいって言って断って、でなんか連絡先を交換しようみたいに言われたんだけど、ちょっとどうしたらいいのかわからなくて、とりあえず荷物置いてきますって言って、今ここのね部屋にちょっと駆け込んできたって感じなんですけど、私はどうしたらいいんですかね、あのどうしたらいいのかわかんないし、あの今外に出たらそのお兄さん多分待ってるのかな、どうなんだろう。まあでもちょっと夜ご飯まで、現在の時刻は3時半なんですけど、夜ご飯までは時間があって、夜ご飯が開くのも5時とか6時とかだから、まあ6時ぐらいにご飯に行きたいから、それまでまあちょっと編集したいものとかあるし、明日もね1日ソウルを満喫できるということで、今日は夜ご飯がね食べれたりとか、あとちょっと行きたいスポット一つ行けたら、まあ今日はちょっとゆっくり過ごそうみたいな感じなので、まあゆっくり過ごすっていうか、まあ爆飲みしようっていうね、今日はちょっとあの韓国の1日ね、お酒とご飯を楽しみたいということでね、ご飯まではゆっく
くりしたいんだけど、ちょっと小腹が空いたからコンビニとか屋台に行きたくて、今外に行きたいんだけど、でもお兄さんが待ってるかもしれなくて、まあでも全然優しいお兄さんだから全然いいんだけど、ナンパしてくれたお兄さんと二人旅みたいな感じになっちゃうから、ちょっと今どうしたらいいのかわかんないけど、まあとりあえずちょっと廊下にある荷物を取っていきたいと思います。でもお腹空いたし、今日爆飲みしよう、楽しみすぎる。ということで一回二ほどきします。はい、ということでホテル出てきました。待って、寒すぎる、めっちゃめっちゃ寒いんだけど、やばい。で、あったかいものがね、今屋台がめちゃめちゃあるところにいるんですけど、ミョンドンのちょっと屋台でなんか腹ごしらえをしてから、ちょっと今日ね行きたいスポット1個だけあるから、ちょっとねそこに向かいたいと思います。待って寒すぎる。今こんな感じで屋台がいっぱいあるんだけど、待ってこれめっちゃ美味しそう。ケランパン2つください。1500ウォン。1500ウォン、お願いします。はい、カムサミダ。あ、お金落ちた。サミダ。すごい、屋台がめっちゃある。お祭りじゃないのにさ、屋台あるのさ、めっちゃテンション上がるんだけど、これが毎日ってことだもんね。ちょっと寒すぎるから一旦おでん食べたい。え、美味しそう。めっちゃ美味しそう。これ1本何円なんだろう。ハロー。これ2つ。2000ウォンです。2000ウォン。はい。サミダ。サミダ。あ、これ。わー、ありがとう。はい、ということで私はね、ちょっともうこれは路上で食べるしかないみたいなので、今空き店舗の目の前のなんか可愛いねお人形さんがあるね、ちょっと見てください。このなんかちょっとよくわからない可愛いねキャラクターのある、ちょっとこの子の目の前で私は今から定食をね、ちょっと夜ご飯の前の腹ごしらえをしていきたいと思います。見て、美味しそう。ケランパン、これね前も食べたことあるんだけど超美味しそうじゃない。これ何でできてるんだろう、卵パンなのかな、パンなのかな。いただきます。うん、甘い、めっちゃ甘い。なんかカステラに卵焼きが、目玉焼きが乗ってるって感じ。あー、うますぎる。なんかさ、今日さ朝からさめっちゃ食べてんだね私。機内食も食べたのにさ、すぐお腹空いちゃうんだけど、見て、これめっちゃ有名だよね、韓国のおでん。いただきます。待って、これ本当に美味しい。なんだろう、これはんぺんなのかな。はんぺん。待って、やばい、やばいことに気づいた。ビールが飲みたい。待って、ビールが飲みたくなってきた。どうしよう、ビール飲みたい、ビール飲みたい。わ、やばい、うますぎる。これビール飲むしかないもん。これ焼酎とか飲みたい。わ、やばい、今日チャミスル飲んじゃおうかな。でもさ、私チャミスル飲んだ時はね、本当にいつもね酔っ払っちゃって潰れちゃって記憶なくなっちゃうんだけど、韓国で一人でそうしたらやばいかなって思うけど、今日はチャミスルは飲むぞ。やばい、ビール飲みたい。ちょっとビール探しに行こうかな。すごいね本当に。今日さ、韓国も祝日なのかな、日本はスポーツの日って言って3連休なんですけど、どうなんだろうね、韓国も休日なのかな。っていうかさ、さっきのお兄さんね、ホテル出たらいませんでした。まあさすがに私もホテルに1時間ぐらいいて、編集したりとか準備とかしてたら、さすがに1時間経ったらいないよねと思ったら、いませんでした。まあめっちゃ優しかったんだけどね、ホテルまでもう道案内してくれてめっちゃ優しかったんだけど、ちょっとどうしたらいいのか分かんなくて、ちょっと戸惑ってましたね。お互い戸惑ってた。まあ向こうもねめっちゃそんなガツガツ来る系でもなく、全然控えめで優しい人でしたね。25歳の会社員で今日は休みって言ってた。だから韓国も休みなのかな、だからこんなに人がいるのかな、どうなんだろうね。やばい、最高にうまい。ちょっとビール飲みたいわ、ビール探してくる。じゃん、セブンイレブンでビールゲット。すごい、たこ焼きもある。たこ焼きはさすがに日本でも食べれるから。なんかさ、まだお腹空いちゃったんだよね、なんか食べたい。あ、待って、やばい、雨降ってきちゃったんだけど、どうしよう。待って、傘持ってない。あ、待って、これ食べたい。チーズ一つください。あ、すごい、今すぐあげてくれるんだ、美味しそう。いくらなんだろう。Thank you. アムサミダ。はい、ということで、また今回も廃墟ビルの廃墟をしたお店のね、目の前っていうね、撮影しやすそうな場所を見つけて今座っています。ということで、じゃーん！やっぱり寒いということで体も温めないといけないよねということでね、こちらもう何ビールって読むか分かりません。なんて読むんだろうこれ。本当にハングル読めなくて、 4.5% のビールっていうことだけ分かりますね。アサヒスーパードライよりも 0.5% アルコール度数が高いということで決めていきたいと思います。なんかね、レモンジンって書いてあるんだよね。レモン風味のビールなのかな。ということで皆さん、韓国に来て一発目のビール乾杯。待って、これビールじゃないんだけど待って、これビールじゃないんだけど、え、なんかレモンサワーでした。普通にめっちゃ美味しいレモンサワーでした。ビールだと思ったのに、ビールじゃなかったですけど美味しいです。乾杯。あー、うまいよ。ということでやった、じゃーん。チーズホットク、チーズハットク、チーズホットク。やっぱさ、なんかね、新大久保で何回も食べたことあるけどさ、やっぱりさ、本場のものはさ、ちょっと味が違うかなっていう希望を込めていただきます。やばい、うまっ、うますぎる。新大久保と味が違う。待って、うまっ。レモンサワーだけど酒が進む。
なんかここの明洞はザ観光地って感じらしくて、地元の方はほとんどいないらしくて、結構観光客の方が多いで、さっき の、 あのナンパしてきてくれたお兄さんが言ってました。めっちゃ美味しいんだけど、どうしよう。北港区、これ湯気見えてる、これ湯気映ってるよね。今はパラパラと雨が降ってるんですけれども、私は屋久島でも大雨に打たれすぎて、こんな雨へっちゃらになりました本当に。でもね、さっきからね、観光客が多いって言っても日本人は一人もいなくて、日本語はほぼ聞こえません本当に。韓国の方のここが地元じゃない方とか、あとは欧米人カップル、欧米人のカップルが多いです。マックやばい、うますぎるんだけど、どうしよう。乾杯。聞いて聞いて、普段はね絶対に食べないし、普段はあんまり好きじゃないんだけど、じゃーん。なんかさ、目の前にね、そこにね、美味しそうなホクホクな銀杏が売ってて、なんかちょっと食べたくなっちゃって、なんかレモンサワーにハットク、ハットクも食べちゃったんだけど、ハットクよりもなんか銀杏の方がね、レモンサワーには合いそうということで、あのレモンサワーには銀杏いただきます。あ、待って、美味しいかも。銀杏ね、この一袋で500円、500円でした。ちょっと大人の味って感じだけど、レモンサワーがあれば全然食べれる。あー、美味しい。ホクホクすぎて美味しいんだけど、あー、やばい。もう5時半なのにさ、夜ご飯の時間が迫ってきてるのにさ、私何個買ってんの。食べ歩きさ、こんなにするつもりじゃなかったの。普通に 1,2 種類で終わって、次の目的地に移動するつもりだったんだけど、ちょっと楽しくなってきちゃって買っちゃいました。乾杯。やばいやばい、もうここに長居しすぎちゃう。もうここに永遠にいてさ、夜ご飯もここで済ませちゃいそうだから、ちょっとそれはダメだから、ちょっととりあえずラスト飲んで、あー、次の場所に移動しまーす。ちょっと寄ってきた。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか。はい、迷子なーちょっと迷子なーです本当にね。ここどこね。私はさ、今からね、あのプサンタワーなんだっけ、プサンタワーじゃなくてソウルタワー、ソウルタワーっていうさ、なんか日本の東京の東京タワーみたいなタワーに向かいたいんですけど、なんかさ、そこまでね、なんか地下鉄がないらしくて、ケーブルカーっていうものに乗っていかないといけないらしいんだけど、そのケーブルカーがどこ、本当に見て、なんかさ、こんな感じでさ、今歩いてるんだけど、なんかもう寒いし、てかとにかく寒いし。でもね、そのソウルタワーは見えてるの、目の前にね。けどね、ケーブルカーがどこかわかんないんですけど、めっちゃ暗くなってきたし、めっちゃ寒いし。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか。待って、寒すぎる。待って、ケーブルカーどこ、探します。待って、ケーブルカーあったかもしれない、見てください。じゃーん。ここがちょっと栄えてるね、ご飯屋さんがあるところで、さっきまで全然栄えてなくてさ、でここを見るとじゃん、あそこにさ、緑と青に光ってるところが多分ケーブルカー乗り場なんだと思います。合ってるよね、さすがに合っててほしい。なんかもうここら辺で美味しいご飯食べたいところだけど、ちょっとここまで来たしね、見えるの、遠くにはね、ちょっとあっちの方にね見えるんだけど、ちょっとせっかくだからタワーまで行きたいと思います。あ、待って、ここで合ってそう。なんか見て、すごいイルミネーションに囲まれてるんだけど、私なんか超冬みたいな感じで、待って、寂しいんだけど、何これ、キラキラ光を浴びて、あ、ということでさ、なんか聞いて、さっきもさ、なんか2回ぐらいね、コンビニのね人にケーブルカーまでどうやって行ったらいいですかって聞いてもね、 I don't know I don't know 知りませんとか言われてさ、全然さ親切じゃなかったんだけど、本当に悲しい。さっきのお兄さんは本当にめちゃめちゃ親切だったのかもしれないって思い出しました。ということでね、ケーブルカーはいくらかわかんないけど、チケットを買うみたいです。はい、ということで無事乗れました。ちょっと待って、やばいんだけど、なんかさ、いきなり浮き出した。見て、じゃーん、こんな感じで、え、待って、めっちゃ綺麗なんだけど。で、ちなみになんですけれども、このチケットが1枚というか、往復1人大人14,000ウォンなので、1400円ぐらいでしたね。一旦ちょっとケーブルを楽しみたいと思います。待って、めっちゃさ、ちょっと満員すぎてさ、恥ずかしいんだけど、てかめっちゃ気まずいんだけど、すごい、日本人一人もいません。ということで、もう少しで着きます。待って、すごい、めっちゃ綺麗かも、見てください、すごくない。なんかちょっとスカイツリーみたいだね。スカイツリーとちっちゃいなんかあの東京タワーみたいな感じに見えるけど、ちょっと近くまで行ってみたいと思います。待って、めちゃめちゃ素敵なんだけど、すごくない。なんかさ、宮廷王国みたい。待って、めっちゃ綺麗。ちょっと広角でも、じゃーん、こんな感じです。待って、めちゃめちゃ綺麗だけど、本当に寒いです。さっきビールあったんだけどさ、ちょっとこの後すぐに飲みに行くから、ちょっと我慢します。偉くない、私我慢できるの。え、それにしても綺麗すぎる。待って、写真撮ってほしいんだけど、なんか誰か写真撮ってほしい。韓国人の方とかさ、めっちゃ写真うまそうだから、ちょっとそこら辺の人に声かけて写真撮ってもらおうかな。すごくない、ここ。なんか王妃がいそう。マリーアントワネット。全然韓国と関係ない。待って、ここで写真撮りたいんだけど、本当になんか韓国人の方とかさ、めちゃめちゃ写真撮るのうまいっていう偏見あるんだけどさ、ちょっと話しかけて写真撮ってもらおうかな。待って、めっちゃ綺麗なんだけど、どうしよう。ねここに一人で来てる人いないんですけど、みんな女の子二人で来たりさ、まあ当たり前だけど寒いしさ、カップルが手
つないでたりとかさ、待って寒すぎる、なんかさこの厚着着てきたんだけどさ、やばい寒い、でも待ってめっちゃ綺麗、見てください、じゃーん、こんな感じです。待って本当に綺麗、これもさ多分上までさ上がれるんだけどさ、ちょっと私はお腹空きすぎてやばいよね、さっきご飯食べたのにさもうお腹空いちゃってさ、もうお酒が飲みたくて仕方ないからちょっと上まで行くのはちょっとやめようかなと思うんですけれども、見れてよかったです。ここが東京の東京タワーって感じですね。はい、ということで寒すぎるんですけれども、寒すぎる時の夜景は綺麗すぎる、見てください、じゃーん、夜景です。待ってめちゃめちゃ綺麗じゃない、見てくださいこれね、ミョンドンというかソウルを一望できる場所と言われているらしくて、本当に綺麗です、やばすぎます、本当に。私の動画でさこういう綺麗な夜景が出てきたのってさ初めてレベルじゃない、見てやばい、花トゥーセカシャ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 、隣のカップルがハナトゥーセって言って、彼氏が彼女の写真撮ってたからちょっと真似してみました。やばいやばい、寒すぎるし、ちょっと本当にここにいたら、ずっとここにいたら、私はあと5分ぐらいここにいたら本当に孤独死してしまいそうなので、ちょっとそろそろね下に降りたいと思います、ロープウェイで。あ、でも綺麗すぎる、来てよかった。ねえ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 、これすごくない、これさ何かと思ったらさ、何かと思ったらさなんかこういう鍵にこうやってなんか願い事とかを書いて、皆さんね結構ね韓国語で書いてる方が多いから、なんかコリア語でね、ここで願い事を書いたらなんか願いが叶うみたいな感じなのかもしれませんね。まあまあここはね寒いし夜景が綺麗だし、皆さんね、デートできましょう、よいしょ。なになに、さっきからねこのタクシー運転手さんね翻訳機でめっちゃ喋ってくれる、私がそこの道を教えてあげます。ああ、ありがとうございます、 Thank you。 ペゴパペゴパお兄さんおすすめのお店に来た、白紙運転さんがなんか説明してくれるらしい、すごい。 Thank you Thank you Thank you。はい、ということでちょっと行きたかったお店っていうか、最初にナンパしてきたお兄さんに教えてもらった観光客が全く行かない、もうめちゃめちゃ地元の人しか知らないめっちゃ美味しいサミガプサル屋さんがあるよって教えてくれてて、そこに行こうとしてたんですけど、タクシー運転手さんがそこはなんかなんだっけな、本音っていうところにあるらしくて、なんか遠いからそこじゃなくて、なんか俺がいつも行ってる美味しいね有名なサミガプサル屋さんがあるからそこにしなよって言われたので、今ここにやってきましたということで、なんていうお店かもわからないんですよ。でもなんかめっちゃいい感じじゃないですか、地元の人もいるし結構観光客の方もいるしって感じで、めちゃめちゃにぎわってます。ということでね、本当お店に今私は一人きりでいて、一人で来てる人全くいないのでちょっと気まずいんですけれども、とりあえずサムギョプサルを頼みました。の前にじゃーん、今日ビールも飲もうと思ったらビールが飲めなかったのでビールを飲みたいと思います。自分で開けていくスタイルらしい。今日さビール飲もうと思ったのにさ、レモンサワーだったからさ、もうビールが飲みたすぎる。なんか暑い時のビールもいいけど、寒い時のビールは私大好きなの。なんだろうこれ、コロウドビール、わかんないけど、乾杯。聞いてください、サムギョプサルを頼んだら1人なのに1人前から無理ですって言われて、今2人前頼んだんですね、見てください、じゃん、こんな感じで2人前からしか頼めなくて1人前はダメですって言われて、今2人前を私は今1人で焼いているって感じなんですけれども、これ食べきれるかなって感じだけど、とりあえず頑張って焼いていきたいと思います。でも見て、めっちゃ美味しそうなんだけど、なんかおばちゃんが焼いてくれるのかなと思ったら、自分で焼けと思ってたので自分でね頑張って焼いていきたいと思います。でもめっちゃ美味しそうなんだけど、やばい、今日はもう私飲んだくれます。もうさ今日さ飛行機乗ってさ食べ歩きして、さっきソウルタワーに行っただけなのにさ、めっちゃ疲れてさ、なんだか知らないけどめっちゃ疲れたからさ、今日はたくさん飲みたいと思います。周りの人もね結構ね焼酎開けたりとかして楽しそうだから、私も負けずにね飲んでいきたいと思います。はい、ということで見てください、ちょっとサムギョプサルの焼き方が分かんなくて、おばちゃんに目でお願いします焼いてくださいって伝えたら、ハサミの本がこうやってバトルされて自分で焼けっていうことだったみたいで、本当に今さどうやって焼いたらいいのか分かんなくて、切り方も分かんなくてさ、ちょっとなんかサイコロステーキみたいな感じの切り方になっちゃったんですけれども、見てください。でもまあ食べればオールオッケーっていうことですよね。ということで、まあ、今キムチとかを焼いてるので、その前にこのチゲを食べていきたいと思います。ちなみになんですけれども、ちなみになんですけれども、私辛いの少し苦手なんですけれども、やっぱり韓国に来たらこれを機に辛いものを食べてみようということで、めっちゃ美味しそうなんだけど、最近さカンドラ見てたからさ、こういうのにさめっちゃ憧れてたんだよね。今日なら食べれるはず、ビールもいっぱいあるし、いただきます。待って、いけるかもしれない、いけるかもしれない、美味しいんだけど。
ど、あ、辛い、うまい、うまい、うまい、辛い、さっぱり。辛いかも。でさ、絶対スープが辛いんだよ。でも美味しいかも。わ、ベロ行きそう、ベロ行きたいそう。ていうかさ、聞いてさっきさ、本当にもうさっき寒すぎて、しかももう寒いし、寂しいし、お腹空いたし、もう本当にちょっともうこれから電車に乗って、わからない土地をさまよってご飯を求めてサンデーに来るのは、本当にちょっとメンタルがやられてしまうと思ったので、さっきタクシー乗ったんですけど、でまあ、タクシー運転手さんめちゃくちゃ鳥が良かったので、めっちゃ翻訳機で喋りかけてくれるし、めっちゃ優しかったんだけどさ、さっきのところからタクシーで10分ぐらいだったの。10分ぐらいのところにここがあって、ヨンドンの近くでホテルから歩いて20分ぐらいのところだから、帰りは歩いて帰れるよっていう感じで、すごい親切に教えてくれたからさ、待ってやばい、うまい、どうする、うますぎる。だからさ、まあ、すごい優しい人ありがとうと思って、いくらですかって最後聞いたら3000ウォンって言われたのね。3000元。いやいやいや、絶対にぼったくられてると思ったんだけど、いやおかしくないみたいな、おかしいよねこの値段みたいな感じの雰囲気だったら、なんか言い訳しだして、なんか一方通行だからこの値段になったみたいに言われて、どういうことって思ったけど、まあもうご飯にありつけたということで、まあもう許しましょう。もう私もね、もうねぎる元気もなかったの。もうなんかそのおじさんもお店に話しつけてあげるよとか言ってさ、まあもうすごい張り切ってたからさ、いつもだったら、いつもっていうか前のさ、タイ旅行とかアジア周辺旅行とかだったら絶対にもうぼったくりだ、絶対に払わないみたいな感じで値下げするんだけど、もうちょっと知らない土地すぎて、一人で来た土地が韓国っていうのもあって、どうしたらいいのか分かんなくて払っちゃいました。絶対にぼったくられたし、絶対に3000円おかしいのはおかしいだけど、まあしょうがないですね。美味しいご飯屋さんを教えてくれた代金として、もう私は諦めました。乾杯。はい、ということでね、ちょっとベロが、いってててててって感じになってきたんですけど、ちょっと私もいい感じに酔っ払ってきたので、中和されていい感じです。乾杯。ということで、じゃーん。ソジュを頼みました。焼酎ですね、韓国の。私、新大久保でしかソジュを飲んだことがなくて、韓国でちゃんとお酒を飲むのが初めてなんですけど、いつも私は、このソジュのなんかマスカット味とか、ソジュのイチゴ味とかザクロ味とかで飲んでたから、ソジュって美味しいと思ったんだけど、これ、韓国本場では、そういう味とか甘い焼酎とかなくて、本当にこれで飲む。焼酎の、ただただ焼酎の味なしの焼酎で飲むっていうのが主流っていうことを忘れてて、私今ビビってます。乾杯。待ってやばい、待ってこれやばい、酔っ払うとかじゃない。待って、一回ちょっと待って、本当にやばい、これテキーラを飲んでるみたいな感覚で、待ってこれさ、多分さ、いつも飲んでるさ、新大久保とかで飲んでるさ、ザクロ味と同じ度数なのにめちゃめちゃ濃い気がする。これ何度だったっけ、12度ぐらいのお酒なんですけど、同じ12度じゃない、これ。え、待って、本当にやばいんだけど、今ちょっとさ、うってなりそうだった。やばい、これを韓国の人たちは飲んでるんだって考えたら本当にすごいです。ということで、お肉が焼けたので食べていきたいと思います。じゃーん。見て、ちゃんと焼けたよね、綺麗に。もうちょっとね、細長いんですけれども、いつもなんか細長くできませんでした。いただきます。美味しそうすぎる。美味しそうだよね、絶対に。いただきます。やばい、美味しすぎる。どうしよう、乾杯。やばい、美味しい、本当に美味しい、これ。乾杯。なんかさ、今日の朝のさ、お兄さんもさ、道案内してくれそうっていうか、ナンパしてきたお兄さんもさ、最初ね、なんか私がソウル駅で一人でめっちゃなんか携帯見ながら、え、どっちみたいな感じでめっちゃ迷ってたら話しかけてきて、でなんか最初なんかマスクみたいに言われてて、私さ、マスクが息苦しくてマスクを顎マスクしてたのね。で、あ、マスクしてないこと怒られてるんだと思って、あ、もうごめんなさいみたいな感じで言おうとしたら、なんかちょっと日本語喋れる人だったからさ、なんかマスク外してる姿見てめっちゃ可愛いと思ったんだよねみたいな言って話しかけてきてさ、さすがにそれはさ、日本人であんまいなくない？そんな話しかけ方してくる人さ、あんまいないじゃん。さすが韓国っていうか、すごいなって、特に伝えるっていう感じ、すごくない？だってびっくりしたんだけど、なんか日本のナンパとちょっと一味二味ぐらい違うなって思ったんだけどさ、違うよね、さすがに。乾杯。あー、やばいやばい、やばい、止まらない。2人前普通に全部食べちゃいそうなんだけど、やばい、酔ってきたのはわかるけど、この味に慣れてきてしまいました。ちなみに後ろの人も一人で来てて、私とお揃いですね。一人で飲んでる人、乾杯。乾杯。
やばい、もう画角やばいっていうことは分かってるし、ブサイクすぎる画角っていうのも分かってるんですけど、ちょっと私無理無理、お腹いっぱいじゃないけど酔っ払いすぎて、あの胃が爆発、無限列車、胃が無限列車になってる。乾杯。ごちそうさまでした。ということで、あのめちゃめちゃ酔っ払ってるんですけれども、あの本当に酔っ払ってるんですけれども、とりあえずお店のね、お店の名前はあの皆さんにお伝えしないといけないということで、じゃーん、お店はここです、お店はここですって言ってね、あのハングルが本当に読めないので、あの何屋さんって書いてあるのかわからないんですけれども、ここで食べました。めちゃめちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったし、超本場だったし、なんかこんなに長居してるのは私だけだったんですけど、韓国の人ってさ、なんかさ、すぐ食べてすぐ帰るみたいな感じなんだね。なんか本当に私1時間半ぐらいしかいないのに、なんかめちゃめちゃ最後私だけ取り残されてさ、後に来たお客さんも先にさ全部帰ったりとかさ、全員帰ったりとかしてさ、すぐ食べてすぐ帰るっていう文化なんですね。っていうかさ、もうそんなことより寒いしさ、やばいし、しゃっくりもやばい、しゃっくりやばいから酔っ払ってるのは分かってるけど、とりあえずさっきのあのタクシーのおじさんが、ここから君のホテルは歩いて10分ぐらいって言ってたから、ちょっと歩いて20分か20分ぐらいって言ってたから、ちょっと余裕を覚ましながらコンビニとか行って、お水とか買ったり、お酒とか買ったり、あの晩酌タイムの、あのお風呂上がりの晩酌タイムのお酒とか買ったりして、ホテルに戻りたいと思います。道がわからない。すごい、めっちゃ美味しそう、こういう屋台めっちゃ美味しそうなんだけど、でもお腹いっぱいすぎる、本当に。てか寒い、あー、それそれ、帰ります。待って、今帰ってる途中なんだけど、これ美味しそうすぎる、これ買おうかな。400円だって、400円。え、待って、めっちゃでかくない？で、買おうと、これ帰る前に買います。これワンプリーズ、ワン、Thank you。 どれにしよう、これにしよう。やった、ぶどう飴大好き。すごくない？これさ、今もう8時半で9時になろうとしているのに、こんなにまだ賑わっています。すごいよね、本当に。すごくない？この人見てください、すごい、楽しい。帰りまーす。わー、ただいま、お部屋に戻ってきました。お部屋最高すぎる。ということで、じゃーん、さっき食べ歩きしようと思ったんだけど、お部屋でゆっくり食べたいと思って持って帰ってきました。やばい、酔っ払いすぎてる、酔っ払いすぎてって、ここであのベッドの上で食べるのは本当に泳ぎが悪いってことは分かってるんですけど、いやでもダメだ、寝っ転がりながらご飯を食べちゃいけないってお母さんに習った。ベッドの上だけどごめんなさい、ベッドの上だけどごめんなさい。いただきまーす。うん、マスター、あ、うん、まっ、てかでかっ、待って、あんま、これさ、私岡山県出身だからさ、岡山のシャインマスカットいっぱい食べてきたんだけど、それに並ぶぐらい美味しい。待って、やばい、やばすぎる、あ、ダメだ、寝転がったらダメ。ってことで、あのおとなしくこれを食べて、お昼ご飯じゃなくてお風呂に入っていきたいと思います。待って、これやばい、美味しすぎるんだけど、どうしよう。うん、お風呂入ります。はい、っていうことでお風呂上がりました。気持ちよかった。ということで、ちょっとだけ酔いは冷めた状態になったんですけれども、ちょっといつも通りお風呂上がりのビールをいただきたいと思いますって言って、このね、さっきもあのお店で飲んでいたテラビールを飲もうかなと思ってたんですけれども、あの本日私ね、朝5時に起きて、ちょっと睡眠時間が3時間しか取れなかったので、ちょっと今日はパックかけるビールをお休みしたいと思いますって感じだけど、やっぱりパックはやめられませんということで、パックをしていきたいと思います。あー、やばい、眠たすぎる。現在の時刻なんと11時前です。私は9時にお家に帰ってきたのに、なんで11時になってるかというと、お風呂上がり髪の毛びしょびしょのままベッドにダイブしちゃったら、小1時間ぐらい寝てしまっていました。ということでね、さっき飛び起きて今撮影しているって感じなんですけれども、やっぱりパックをしないと寝られないということで、あ、ちょっと待って、大事なこと忘れていた。ちょっと待って、ポッチャマを忘れていた。ちゃんとね、この子も連れてきました。ポッチャマです。こんにちは皆さん。ちょっと前メロは本当に家出してしまいました。ということで、お風呂上がりのパックの時間です。あー、絶対気持ちいい。あー、最高だ、最高に気持ちよすぎる。今日ホテルの冷蔵庫でキンキンに冷やしておいたんです。あー、待って、やばい、ビール飲まないって決めたのにさ、やっぱりさ、パックしたらさ、ビール飲みたくなってきちゃったから、ちょっとだけ飲んでもいいですか。あ、やばい、あ、やばい、ビールが噴射してしまった。ぶどう飴を買った時にあの落としてしまったんです。それでは皆様、ビール飲まないって言ったんですけれども、今宵も私の最高に至福な時間がやってまいりました。パックかけるビール、乾杯。あー、最高にうまい、やっぱり決まる。ということでですね、私は本日さっさと寝なければなりません。本当
当に早く寝ないといけないんです。なんでかっていうと私疲れて寝不足で寝た次の日っていつも昼まで寝ちゃうんですね。昼まで寝ちゃうんです。ベッドでゴロ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  TikTok とか見たりとか YouTube とか見たりして本当にずっとダラダラして昼に起きちゃうっていう癖があるのでちょっと本日は早くいち早く寝て明日の朝ねちゃんと活動したいと思います。ちょっとパック外そうと、はあ、気持ちよすぎる。やっぱりパックはやめられませんということでね、コリア1日目韓国1日目最初からね波乱万丈でねとっても騒がしい1日になったんですけれども最後は先で締めることができて本当に幸せです。今からねちょっとビールをちょびちょび飲みながらちょっとだけ編集をしてゴロゴロしながら寝たいと思います。私はもう寝ます。皆さんおやすみなさい。1日目からとっても濃い1日になりました。私の韓国2日目はどうなっちゃうんでしょうか本当にって感じなんですけれども2日目も楽しみたいと思います。それでは私は朝何時に起きるんでしょうか。アラームはねちゃんとね9時から9時半にかけて5分おきにアラームをかけたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。ごきげんよう。おやすみって韓国語でなんて言うんだろう。カジャー絶対違う。カジャーっていってらっしゃいなんだけど。カジャー。